じゃあ OK かな、みんな。いきますよ。ミキティ映像来てない？映像来てない？重たいのかな？なんだろう。CPU。いや、そんなに重たくねえぞ。映像来てない。フレーム数が多いのかな？来た？大丈夫？じゃあ流すよ。見えてる。顔そっくりだよ。顔そっくりでしょ。書いてあった、これが親父ですね。嘘、書いてあった、嘘。どこに書いてあった、どっかに書いてあった、書いてなくね、書いてあった思いっきり書いてあった今。赤いパンツを履いてる方がディーゼルノイっていう、その国民栄誉賞を取った伝説のムエタイ、もうムエタイ、タイの国民的英雄が赤いパンツで、で、青いパンツが俺のお父さん。まあ映像の古さで年代わかると思うけど、今から何年前？ 27 の頃だから、もう30年前かな。30年前ぐらいのが見れるんですね。すごいよね。YouTube の動画で書いてあった。申し訳ない。あんまり言わないで。これがだから K1 の先駆けになる世界大会っていう、なんか一種格闘技戦みたいなやつ、世界初の一種格闘技戦っていう風に銘打っていろんな選手が戦うんだけど、日本人で唯一ディーゼルノイズ戦ってるんだよね。本当のお父さんですよ。顔そっくりだ。嘘のお父さんってなんだよ。ゴルゴ13、毛深いのは親父譲りだな。
こういう試合だね。ブーイングがすげえな。このディーゼルノイっていう人がそのムエタイで首相撲を開発したんだよ。この人もこれ練習風景。いやこの人はだから伝説、ムエタイ史上一番強いって言われてる人、やべえな、強すぎるだろこんなんとよく戦うわ、やばいよ、想像もしたくないよね、こんなの。30年前だからね。30年前の。首相撲を生んだ人だね、この人が。首相撲の生みの親。この人から始まるの、首相撲の歴史は。いや違う、ムエタイ自体はもともと戦闘術から生まれたのは本当なのね。だからもともと剣とか槍とかを持った格闘技から発祥してるっていうのは本当で、首相撲っていうムエタイに首相撲が組み込まれるのは実はこの選手がきっかけなの。あのこの選手実はそんなに強い選手じゃなかったんだけど、このトレーナーさんがすごい有名な人で、この手足のリーチを生かして首相撲っていう技術を確立したのはこの2人なんだよ。だから戦闘術になったのもそうなんだけど、ムエタイに首相撲が組み込まれるようになったのはこの人から始まってんの。だから両方とも本当、そう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 。だからあんまり流さないでよ、ノリオさん。アンチも多いからさ。そう、このファイトスタイルでもうそのなんつうの、未だかつてないスタイルを作ってもう独壇場になったの、この人は。これで選手ぶっ壊しちゃう。やべえなこれ、まあ試合の場所はね、まあ、あれだけど、そう、まあ検索したら出てくるよ。ディーゼルノイっていう選手だから、もう伝説、あの不可視で言ってるんじゃなくて本当にディーゼルノイって検索したら、てか一番に出てきちゃうしね、めちゃめちゃ有名な選手だから古い人だったら知ってるはず。ていうかドレさんなんかもろ世代でしょ。ドレさんディーゼルノイ知らないはずないから、むしろバリッバリのだってさ同世代じゃん。マサトとの試合、まあほら技術ってどんどん確立されていくもんだから、やっぱその当時どう強かったかのかってことじゃない。ボクシングとかも昔はただの殴り合いだったしね。ムエタイの構えってかっこいいよね。ムエタイの構えかっこいいわ。出た出た、強え。 K1 首相撲なし、一発だったら OK なんじゃないか。具志堅さんは今でも強いだろうね、冠漁師。沢村時代の戦士、沢村さんなんかね、あの
なんか俺知らないんだけど、日本人で、キックボクシングで膝蹴りでめちゃめちゃ有名な人っている？俺全然キックボクシングの歴史知らないからあれなんだけど、日本チャンピオンだか世界チャンピオンだかで、なんつったっけな、三島さんっていう人だっけな、沢村忠さんじゃ、え、沢村忠さんだっけ？なんか三島さんっていうすごい有名な人いない？膝蹴りで有名な人、日本人で。誰かわかる人いる？多分親父よりもね、一回り違う世代。一回り後の世代の人で、三島さんっていう人？なんか飛び膝蹴りで三島さんっていう世界チャンピオンになったのかな？なんかその人をスカウトしたのは親父らしいよ、なんか。なんかディズニーランドで普通に 働いてた職員を、お前世界チャンピオンになれるからみたいな感じで、なんかスカウトしたって言って。大阪だったかわかんないけど、なんか普通に社員で入ってきた子をね、ぶっこ抜いてね、世界チャンピオンにしちゃったらしいんだよね。全盛期は今65くらいの人たちかな。多分沢村忠は親父より上でしょう。多分、親父50いくつだ？もうすぐ定年とかで、今現役でサラリーマンやってるから60以下だから、沢村忠さんはもっと上でしょ。すげえ独特な戦い方だよ。手足長すぎるだろ、これ。でもディーゼルノイって意外と軽いんだよね。体重差これそんなにないよ。軽い選手なんだ。身長、腕の長さとかが異常にあるんだよ。沢村が有名で、あの頃キックボクシングがゴールデンで放送した。へえ。だから俺の子供部屋の中に押し入れにトロフィーがずっしり詰まってたけど、あれでも3分の1ぐらいだって言ってたから、チャンピオンベルトとかトロフィーだらけだったよ。飾るのが大嫌いで、押し入れの中に押し込めてたけど、全部あげちゃったって言ってた。なんか見え張るのが大嫌いな人で、1個も飾ってなかったけど、俺は押し入れ開けて親父のトロフィーとか眺めるの好きだったね。トロフィーの数がほんとね、の中いっぱいになるぐらい詰まってたのに、あれで3分の1だって言ってた。もう格闘バカだったんだろうね。強すぎるわこれ。こんな相手どうしようもねえもんな。膝すごいね。すげえな。歓声がすごいね。一発打つために「あいあい」って言うもんね、みんな。その時代の人はキックボクシングで食うなんてできないから、本当に好きで生き方だったね。親父はだから言ってた、本当に。なんだろう、親父はほんと貧乏だったらしくて、なんか風呂屋さんでバイトしてたんだって。で、なんで風呂屋なのって、強くなりたくないのって言ったら、バカ野郎って、高光バカ野郎って言われて お前風呂屋さんっていうのは薪割りをずっとできるんだぞって言われたもん この人頭おかしいと思ってね、バカ野郎って、お前お金もらいながら薪を割れるんだぞって、こんないい仕事あるかっつって、俺はひたすら薪を割ってたんだよって言って。本当に格闘技好きなんだなって思ったよ。薪割りがしたいからお風呂屋さんで働くっていう発想がすごいよね。だから、そのプロテインとかそういう発想がなかったんだって。もう肉も食えないし、もう本当にトレーニングと、もう米とか食えるもんをかき込んで、本当に今はプロテインだとかジムだとか無料で使えるだろうって。なんで当たり前だよ強くなんのとか言って。俺らなんか本当になんか、佃煮とか食いながら強くなったんだぞって言われて 佃煮かーみたいな。佃煮と白米で強くなってたんだぞ俺らみたいな。時代が違えんだよみたいな。そんなのうまいもん食ったら強くなるに決まってんだろみたいな そう。面白いよね。だからもうその最先端のトレーニングとか、俺本名高光だから。だからもう格闘。
闘技のことばっかり考えて生きてたんだろうね。世界最強夢見てたんだろうね、多分。現役当時は世界最強だと思ってたって言ってたよ。まあ今ではそれは勘違いのはわかるけど、それくらいのトレーニング、一日だって何時間って言ってたかな、10時間トレーニングしてるって言ってたから、10時間はトレーニング毎日当たり前で、そう、だから減量の話とかも好きだったな。なんか3軒先の水の落ちる音とか食い物の匂いがわかるんだって。そう、もう減量で寝れなくなるんだって。だから親父は20キロぐらい落としてたらしいよ、デブだったから。もう寝れないし、声は聞こえるし、水の匂いもわかるしって。シャワー入ったら、その太っちゃうしって。俺千葉だよ。俺は千葉。俺が喘息持ちだから、親父が引っ越してくれの、空気が悪いからっつって。なんかでもさ、この DVD、この YouTube 見ながら親父の話したら、この人が親父みたいになっちゃってる。この人親父じゃないからね。本当に好きじゃなきゃできないよ、殴り合いなんか。痛いんだもん。え？表し？いや、よくわかんないわ、それ。親父は東京の人。いや、違う。親父の有名なエピソードもう一個あって、キャプテン翼の若島津くんって親父がモデルなんだよ。なんか、昔言われたことがあって、お前キャプテン翼って漫画知ってるかみたいな。いや、読んだことないけど有名だよって言った。あ、そうか、売れてんのかとか言って。親父漫画とか大嫌いだから、なんか若島、なんかキャプテン翼書いてんの、俺のなんか同級生だか後輩だかで、中学校の。なんか俺が、なんか、いじられてるらしいぞみたいな。俺はいじられてるのかみたいなこと聞かれて。いや、知らないわ。読んだことないから。ああ、そうなのか。俺はなんかネタにされてる気分が、なんか嫌だとか言ってて。で、よくよくその話聞いたら、なんか、ニコ生で、若島津くんってキャラいるの？っつったら、いや、いるよ。っつって。ああ、親父が言ってたのこれか。みたいな。そう、若島津くんって空手使うキャラクターなんでしょ？ゴールキーパーで。あれ、親父のことらしいよ。モデルは。本当の親父。すげえな、物が飛んでくる試合ってすげえな。だから昔から空手バカだったんだろうね。手刀ディフェンスとか まあネタにされてるんだよ。親父が最も嫌がってたネタにされるっていうのは本当だった。親父生きてますよ、全然。めちゃめちゃかっこいいですよ。おはようにゃ。だから言われたもん。お前、親父に習った方が早いんじゃねえかって言われたの、コメントで。この大会の決まった時に、親父に習えよって言われたんだけど、親父が地獄的なメニューやってたの見てるから、絶対習いたくないっていう。親父ガチの人だから、ああ、お前絶対負けたら殺すかんな、みたいな。もう絶対、本気で、もう全部仕事とか辞めさせられて、本気で駆けずり回されるのもう目に見えてるから。いや、セコンドなんか頼まないよ、ほんと。もう、だって、あの人ガチでやってた人だから、こんな茶番なんか乱入して全員ボコボコにしたよ、ほんと。ダメだよ。ダメ。もう、本当に頭の固い人だから。もう、な、侍みたいな人だからダメ。茶番大嫌いだから。ヨーロッパの人、キャプテン翼見てサッカー始めたって言うから、すごいよね。世間は狭いの。でも、親父が言ってたことを思い出すんだけど、なんつうんだろうな。中軽量級じゃ絶対に勝てないって言ってた、日本人は。どんなにやってもハングリー精神が根本的に違うって言ってた。もうね、国とか村とかをかけて、命がけで子供の頃から金ないキッズたちが、そのもう、ムエタイ選手になるのだけ夢見て、もうオカマになるかムエタイ選手しかねえんだもんって言ってたよ。もう体打ってオカマになるか、ね、
金玉取ってお釜になるか、ムエタイで食っていくしか選択肢がないから、貧乏な村って。もう毎日、3歳の子供とかが嘘みたいにサンドバッグ蹴ってるんだって。お前本気かみたいな。で、それも、雨の日ももう水浸しでやったりとか、毎日毎日本気でやるんだって。だから無理だって言ってたよ。うん。すごいらしいよ。向こうの選手のハングリー精神の意味。もう命がけでやってるっていうのが全然わかるんだって。まあそりゃそうだよな。日本と環境が違いすぎるもんな。だから親父半年に1回ぐらいやっぱタイにね、ハングリーさが全然違うらしい。もう命がけだってよ、ほんと。本当に命がけで、その村のため、家族のため、もうチャンピオンになって帰ってくるんだみたいな人たちだから、もう全然違うってさ。やばいよね。うん。親父の試合まだないのかな？他のも見てみたいけどね。まあ、1個でも残ってたのがすごいぐらいだよね。試合が。まあ、これしか見つかんなかったけど。まあ、これ親父に話したらブチ切れてたけどね。なんか、親父の試合 YouTube で見つけたよっつったら、誰だアップロードしたやつっつって。ふざけんなっつって。いや、外人だけどって言ったから、なんで俺の部位を外人が持ってるんだ、そいつを出せとか言われて。いや、出せって言われてもっつって。インターネットっていう概念をよくわかってないから、なんだそんなもん消せとか言って。消せませんっつって。うん。アルゼンチンはサッカー選手になるかギャングになるか。まあ、ブラジルもそうだよね。うん、すごい世界だよね。いや、だから、やっぱ本物っつうか、日本人とは環境が違うんだよ。その心。だから心の強さみたいなことをよく言ってたよ。うん。なんかもう哲学みたいなことを子供の頃から叩き込まれてたね。なんか一日は24時間だみたいな。で、それだけは神様は平等に与えてて、言い訳をするやつはそれを使いこなせてないと。要は寝てたりとか、漫画読んだりとかサボってるんだって。だから、お前はそういう人間になるな。これだってものを見つけたら何でもいいから打ち込めって言われた。24時間平等だかんなって。どういうふうに使うかはお前なんだかんな、みたいな。でもやるって決めたらやりなさい、みたいな。でも別になんか選手になれとか何々しろとかじゃなくて、やりたいことを見つけなさいってずっと言ってくれてたね。自分のこれだって思うものを見つけないと人生はダメになっちゃうよって。もし見つけたのなら本気でやりなさいって。親父もいろんなことを教えてくれて、例えば、高光って、一流の人間は努力で誰でもなれるんだからねって。もしお前が一流じゃないとしたら、お前の努力不足だからって。で、一流の人間になって初めて超一流と出会うことができるんだよって。その超一流っていうのは、リズム感であったり、センスであったり、持って生まれたものなんだって。だから、お前は評論家じゃないんだから、ね、そういう選手と出会う一流の選手になりなさいと。一流は俺でもなれたんだからって。努力をすれば一流には誰でもなれる。トップスターには誰でもなれる。その中で本物の本物の超一流とお前は出会うんだって。お前が超一流なはずがないって言ってた。 お前は一流の人間になれなかったら努力不足だ、みたいな。うん。そんな息子が生活保護。そうだよ。うん。そうですよ。でもまあ、かっこいい親父だったよ、本当に。生き方がずれてないよ、ほんと。精神性と。うん。未だに誇りですね、僕の。うん。まあ、愕然だよね。島津家一同恥、島津家の恥だからね。なぜこうなったっていまあ、取り返します。頑張ります。親父に久々会ったら、お前の生き方は仇じゃないって言われたね。 もうまともになろうなんて無理だって言ってた。 諦めたみたいだね、親父も。さすがの侍も折れたみたいだね。 ダメだこれやっつって。 失敗したって。 まあね、いろんな末席を汚す身、うるせえよ。 うるせえ、うるせえ。 まあ、すごい親父ですよ。
あんなかっこいい生き方はできるかね。のんちゃん？のんちゃん起きてたの？覗いてた？今。のんちゃん覗いてた？穴から。ごめん、起こしちゃった？いいよ、寝てて。俺もそろそろ寝ようかな、じゃあ。あと30分で寝るわ。のんちゃんと体休めるわ、俺。俺、ジャック・デンプシーのさ、くだり大好きでさ、みんなさ、デンプシーロールの本番のデンプシーロール見たことある？ジャック・デンプシーの。もうただのフックの連打なの。しかも超遅いの。ブーン、ブーン、ブーン、みたいな。YouTube でさ、多分さ、デンプシーロールちゃんと見たことある人いないと思うんだけど、見てみる？もう爆笑するよ。俺、鴨川会長は目腐ってんじゃねえのかなと思ったもん。よく一歩のパンチ見たら、デンプシーロール。アメリカボクシング古のブローとか言って目腐ってるだろ。ジャック・デンプシーのデンプシーロール笑うぜ。ほんとただのフックの連打だから 見たことある？見る？笑うぜ。 これなんだけど もうただOn のパ July ンチなの。 4th, 1919, in Toledo, Ohio, heavyweight champion すof the ごいよ world, ね。Jess Willard, makes the second defense of his championship against the shorter, lighter, underdog challenger Jack Dempsey. こ At のthe very 小さい方 beginning がof round ジャック・ one, デンプ this シーなんだ6'7 から、inch デンプ champion シーロール生みの親なんだけど 普通にフックの連打だ なんかイメージしてるの全然違うんだよ これ ぶん殴ってるだけなんだよ どう思うこれ みんな なんかイメージのさ、ウィービングからのさ、なんか高速のシフトメイトと違くない？なんか なんか美化しすぎだよね どう思う And referee Ollie Picard merely counts over the fallen fighter, while Dempsey stands すごくhigh ない？over これ。the champion while he's on the floor. There's no let up in Dempsey's attack. The moment Willard's knees are off the canvas, the challenger continues to pound away at his man. Never has a champion taken such punishment. Courageously, Jess rises again and again. There's no let up in Dempsey's attack. It was thought that the 106 degree heat would have some effect on the outcome of this fight. But the challenger has taken the question right out of the weatherman's hands. He wants this issue to be decided here and now in round one. 音が後付けなのがいいよね。アフターレコーディングの音を入れてる。Willard stumbles helplessly across to the opposite side of the ring while the challenger is relentlessly in pursuit. Dempsey pounds Willard to the canvas for the sixth time. How めちゃめちゃ can the 強いchampion よ。keep getting up? Painfully, Jess pulls himself to a 具志堅もめちゃめちゃ強いんだよね。俺も具志堅の試合初めて見た時感動したもん。やばこの人みたいな。めちゃめちゃ強いよ、具志堅。具志堅はやばい。気性荒すぎる。あの人化け物だよ、本当に。ヤバタンだよ 言い方ね、まあ、ヤバタンなんだけど、マジヤバタンだよ、具志堅は。すごいよね。もうほんとね、昔のボクシングってぶん殴り合いなんだよね。体重重たいやつがぶん殴り合いで一番強えだろうみたいな、結構シンプルなルールで、しかもなんか16ラウンドとか18ラウンドとかで、なんだっけ、6オンス？なんかめちゃくちゃルールなんだよね、ほんとに。なんかもうただの喧嘩だろ、これ、みたいな。だから、なんか近代ボクシングが完成してくのってさ、後半なんだよね。そのジャブ打ってストレート打ってとか、アウトボクシングが出てきてとか、デトロイトスタイルが出てきてとか。
こんなん見てても、ただのこれ、殴り合いの層でしょみたいな。まあ、だからボクシング面白いんだけど、なんか技術が入ってきてからやっぱすごくなるよね。そう。まあ、デンプシーは、身長が低くて、相手は圧倒的に体格がいいから、下から突き上げてそのフックの連打、まあ、それがデンプシーロールなんだけど、俺、初めの一歩でデンプシーロール知ったから、もっとウィービングしてキュッキュキュッキュ言いながら前進してて、かいくぐりながらってイメージなんだけど、デンプシーパワー任せに思いっきりフック連打してるだけなのこれみたいな。まあそれがデンプシーロールなんだけど、マイク・タイソンもその、まあドルさんに教えてもらったけど、マイク・タイソンもね、デンプシーロールの派生らしいよね。その縦系のアッパーとか入れたりとか、そのなんかデンプシーロールを改良した感じらしいんだけど、マイク・タイソンのスタイルっていうの。まあ多分一歩の完成形のスタイルが多分マイク・タイソンになるんだろうけど、初めの一歩の流れ的に言ったら。すごい世界だよね。じゃあ俺はもうちょいしたら寝るよ。睡魔がやばいよ、ボクタンは。ボクタンの睡魔がやばたんだよ。やっぱ俺寝るわ、ごめん、睡魔がやばいわ。一旦寝ます。格闘技の時はね、裸眼で行こうと思ってる俺は。コンタクトレンズつけるの怖えから、目に異物入れんの。裸眼でいいやと思って。ぼやぼやだけど当たるっしょ。 その気合と勘でなんとかしようかなと。 もう霧がかかってる状態で、あ、この辺にいるなみたいな、あ、ここかなみたいな、こっちみたいに、山ねえっつって。 大丈夫、なんとかなるよ。パンチ振ってりゃ当たるんだから。じゃあそろそろ寝まーす。皆さんおやすみなさーい。お疲れちゃーん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。